not sure how much more I can handle. Up in my castle, another year, another battle. No, I don't want you to find me. Right now it's easier to hide the key. Sorry I canceled. This isn't about you. I'm the one separate toning. I'm no good at controlling myself. もしアコリングです。今日はですね、やっとですね、俯瞰のシステムができましたのでご紹介したいと思います。で、ここの俯瞰なんですけれども、今撮ってるのがライカ SL2 ですね。今日は 240F2.8 なんですけども、で、ずっとですね、ここの俯瞰をやりたいかもと思っていて、ただ俯瞰って結構めんどくさいじゃないですか。で、まあやってなかったんですけど、で、一個以前手に入れたのが、これですね。で、これが、レオフォトの HC32 って言うんですけど、これが三脚に、こういう風につけられて、俯瞰ができるという感じのやつなんですね。ただこれはこれで面倒なんですよね。毎回三脚バーって上げて、ここに、吊るしてみたいなね、で、ここに雲台つけてっていうのが結構面倒で、まあ、結局買ったはいいものの全然使っていなかったんですね。で、今日構築したのがですね、この上に回ってるんですけど、今撮り始めたんですが、ここでも撮れたんですけど、今ですね、ここで iPad Pro でライカのプレビューをしていて、 iPhone の、ソニーイメージングモバイルかな、で、ここの上にある FX3 のプレビューしています。で、撮れてますよね。で、まあ中望遠が、まあいいので、後でトリミングするんですけど、とりあえず、久々のカールサイズの 55mmF1.8 をつけています。で、まあ試しに F1.8 の開放にしてみたんですけど、なので、ピントは今この辺に来てるのかな。はい。ちょっとマイクを外してみますね。はい。で、ちょっとマイクの位置を変えてみて、これもちょっと変えてみて、で、どうしようかな。これも映り込んでるから、どけて。で、まあ、これがね、ユニバーサルオーディオの LA610 なんですけど、まあ、これは結構大きくてはみ出てるんですけど、で、僕の使ってるのが、ハラーテーブル、USM のハラーテーブルのガラスなので、結構ですね、結構指紋とかが目立ってしまうので、まあこういう風に紙をですね、引きたいと思います。まあ竹用のファインペーパーをですね、まあ何枚か持ってるので、ちょっと変色しちゃってるんですけど、まあ例えば置いて、まあこういう感じですね。ちょっと今角度が全然理想的じゃないんですけど、ちょっとマイクを戻しました。で、まあ、こういう感じで、撮れると。ちょっとマイクやっぱダメだ。で、例えば、まあ、このライカを持ってくるとすると、まあ、こういう感じで、ですね。まあ、撮れてますかね。まあトリミングの具合とか、あと 55mm、35mm で撮ってもいいのかな、この距離だったら。35mm だともうちょい広い
から、ここか。もうちょい手前まで映しますね。あ、そうしようかな。久々に 55mm の出番だと思って撮ってみたんですけど、まあ2870のシグマでもいいんですけどね。ただちょっと大きいので吊るした時に重さがちょっと心配でっていう感じですかね。とりあえず切ろうか。はい、まあとりあえずそんな感じなんですけど、でまずですね、この上に吊るしてあるのが、平安神道かなのブラックの突っ張り棒ですね。でそれが横になっていて、で以前からここにクランプでですね、アプチャーの 120D2 を吊るしてるんですね。これ毎日吊るして、まあ、こうやってライティングしてるんですけど、でまあここにまあなんか今使ってるのがマンフロットの、3つに折れるまあクランプかなんですけどね、それにライカ SL2S 乗っけてるんですけど、それをやるかと思ってたんですけど、まあ強度がちょっと心配でっていうのがあって、でふとこの間ちょっと仕事の撮影で FX6 2台とあと FX3 を俯瞰で撮ってくれた案件があって、まあビデオグラファーなんですけど、でこういう感じでやってたんですよね。でスモールリグのクランプは僕まさに同じの持っていて、で一番大元のクランプはこれもスモールリグですね。でそれがただこのですねウェイト、まあ、100g って書いてあるけど、ジンバルの重さを調整するためのクランプ で BMPCC 使ってた時に、 BMPCC ってその横に結構長いのでバランス取れないんですよね。なのでこういうウェイトを使ってバランス取るっていうのがあったんですけど、それ用のクランプを今つけています。でそこにもう一回スモールリグの、ちょっとL 字型に折れるクランプをつけていて、でそれをカメラに直接マウントしてもいいんですけど、ただそれだと角度の調整がしづらいので、とレオフォトの雲台をつけています。でこれが僕すごい気に入ってる雲台で LH25 っていう雲台ですね。でこれコンパクトだしガチッとホールドできる自由雲台で僕よく使ってるんですけど、でそれに FX3 をつけてるという感じですね。で今のところまあ安定しているので、まあとりあえず今日はこういう感じで良かったんですけど、ただちょっとだけ不安な感じもあって、なので大元のクランプはこのカウンターウェイトのクランプじゃなくて、もうちょいちゃんとしたガチッと挟めるやつに買い替えようかなと思っています。ただとりあえずはまあまあいい感じになったかなと思ってますかね。はい、というわけでまあこういう、正面のですね画角と俯瞰の画角があると結構面白いので、そういう感じで撮ってみたいかなと思っています。結構いい感じになりました。というわけでちょっと今後の動画、まあレビュー動画かな、今後も楽しみにしていただけたらと思っています。はい、それでは今日はこの辺でご視聴ありました。Don't treat me like I'm broken. I'm just low on serotonin. I bet you're thinking I'm so typical.